はい、こんにちは、116インズです。今回はトレードに焦点を当ててお話していこうかなと思います。ロックアウト中の今はないですが、本来今の時期は新しいシーズンに向けて各チーム補強に動いているような時期で、 FA 契約と合わせてトレードも割と頻繁に発生するような時期ですよね。チームの今あるいは未来を強化するためにトレードは行われますが、ただ野球選手の未来の姿を予測することはなかなか難しく、思惑通りにいかないこともしばしば。昨年挙げた動画ではトレードした両球団にとって思惑通りにいかなかったものをいくつかご紹介しましたが、どれだけフロントの頭のいい人たちが考えてもトレードは時に失敗するものです。しかし中にはトレードがちゃんと双方の思い通りとなった、トレードに絡んだチームすべてにまさに幸せを運んでくれたものも存在します。今回はそんなウィンウィンなトレードを個人的にいくつか思いついたものを振り返っていこうかなと思います。はい、まずは2016年の夏に成立したカブスとヤンキースのトレードですね。このトレードでカブスはヤンキースから絶対的守護神のアロリス・チャップマンを獲得し、ヤンキースは当時トッププロスペクトとして評価が非常に高かったグレイバー・トーレスら4人の選手を獲得しました。カブスは1908年以降実に108年間もの間世界一から遠ざかっていましたが、リゾーやバイエズなどの若手のコアが成長した2016年は世界一も現実的と言えるくらい強力なチームを作っていました。ただブルペンに絶対的な存在はいなかったため、そこにプレーオフでの戦いも見据えチャップマンを加えたと。一方のヤンキースは夏の時点で勝率5割そこそこと、プレーオフ進出が厳しい状況にありまして、オフには FA となるチャップマンでトッププロスペクトのトーレスを手にするというおそらく最高の見返りをゲット。この1週間後にはアンドリュー・ミラーも放出し、この年の戦いを諦めたことを印象付けました。でどうなったかは皆さんもご存知でしょう。チャップマンはカブスの世界一のまさに原動力となりましたよね。ポストシーズンへ向けてブルペンでフル回転したチャップマンはカブスで28試合に登板し16セーブ、防御率は驚異の 1.01、 まさにカブスに欠けていた絶対的クローザーに呼ぶにふさわしい活躍で、プレーオフでもマドン監督が絶大な信頼を置いていたことはプレーオフだけで13試合にも登板したことからも明らかでしょう。登板肩がたたり、ワールドシリーズ第7戦では2点リードの8回にデイビスに同点ツーランを浴びてしまい、危うく世界一を逃してしまうアクシデントはありましたが、その後打線が奮起し、見事カブスは108年ぶりの世界一に輝きました。まあ、最後危なかったものの、チャップマン抜きではここまで来ることはできなかったでしょうし、非常にいいトレードだったんじゃないかと。ちなみにオフに FA となったチャップマンは5年契約でヤンキースに戻り、今もプレイしていますね。一方のヤンキースは半年間のチャップマンで未来のオールスター内野手グレイバー・トーレスを手にしました。トーレスは2018年に MLB デビューを果たすと、ルーキーイヤーは123試合でホームラン24本、新人王投票も3位に入ると、翌2019年はさらに成績を伸ばし144試合でホームラン38本、 OPS8割7分1厘、デビューから2年連続でオールスターにも選出されました。最もここ2年間は打撃不振に陥ってしまい、またショート守備も平均以下であることから、昨年はついにショート失格の烙印を押されてしまい、ちょっと立場が危うくなってきた感がありますがね。幸いまだ25歳と若いので、18年、19年クラスの選手に戻る可能性はまだ十分あるでしょう。またトーレスと合わせて獲得したウォーレンも移籍後2年間で99試合に登板し、ブルペンでしっかり役割を果たしてくれましたよね。チャップマンが FA でヤンキースに復帰したことで、本当に半年間カブスに貸し出しただけでこれだけの見返りを得たわけですし、トーレスの現状を踏まえてもヤンキースも満足しているトレードなのではないでしょうか。はい、続いて2つ目は2016年オフのレッドソックスとホワイトソックスのトレード。この年のオフはホワイトソックスのエースクリス・セールが特にトレード市場の注目選手として挙がっていまして、契約も非常に安かったことから多くのチームが興味を示していたところ、レッドソックスとのトレードがまとまったと。レッドソックスは球界トップクラスの左腕をローテーションに加えることができた他方、当時球界トップ3の有望株だったヨアン・モンカダ、105マイルを記録し話題ともなったマイケル・コペックなど4人の選手を放出することとなりました。ホワイトソックスもセールに対してかなり満足できるパッケージを得たんじゃないかなと当時個人的に思った記憶がありますね。でどうなったか、まずセールを得たレッドソックスですが、期待通り左のエースとして活躍してくれましたよね。2017年は32先発で防御率 2.90、 ウィンザーボリプレイスメント 6.0 でサイヤング賞投票2位に入りましたし、翌年は怪我で一時離脱したものの27先発で防御率 2.11、 158回で237個もの三振を奪い、この年もサイヤング賞投票4位に入る活躍で2013年以来の世界一にも大きく貢献しました。この活躍もあり、2019年開幕前にはレッドソックスと5年総額1億4500万ドルで契約延長。極めて妥当な延長だなと思っていたら、2019年に成績を落としてしまって、そして2020年はトミージョン手術で全休。大型契約は今のところ成功とは言い難い感じでしょうかね。
昨年の夏にようやく復帰し、9先発で防御率 3.16。 プレーオフではちょっと荒れてしまった感は否めませんが、プレーオフ争い真っ只中にあったチームの大きな力ともなりました。少なくとも移籍後2年間エース格の活躍を見せ、チームも世界一となりましたし、期待していた成果は得られたのではないかなと。そしてホワイトソックスもこのトレードで獲得したモンカーダー、コペックが今チームにとって重要な存在となってますよね。モンカーダーしばらくの間三振の多さがネックとなって、なかなか思うような結果を出せていませんでしたが、2019年にようやくブレイク。今やチーム不動のサードのレギュラー。コペックの方は2018年にトミジョン手術を受けたり、2020年はコロナ感染拡大の影響を鑑みて出場を辞退したりと、投げてる姿をしばらくまともに見ることができず、どうなっちゃうのかなと思いきや、昨年ホワイトソックスのブルペンでいい活躍見せましたよね。防御率こそ 3.50 ですが、脱三振も多く支配的なピッチングを随所に見せてくれましたので、今季から先発に回ると言われていますが、そちらでも同じような投球ができるか、ブレイク候補としても楽しみな選手の一人です。ホワイトソックスは今後数年間はコンテンダーとして戦うことになるでしょうが、そのチームのコアとなる選手をこのトレードで2人も手に入れることができました。はい、3つ目はこれまた2016年オフのマリナーズとダイヤモンドバックスのトレード。マリナーズファンとしてはこのトレードは近年稀に見るくらい高いレベルでの投下交換だったのかなと思っています。当時コンテンダーとなるべくショートの補強を目論んでいたマリナーズがジーン・セグラとマイナーでブレイクイヤーを迎えていたミッチ・ハニガーらを獲得し、見返りに元トッププロスペクトのタイワン・ウォーカーと21歳の若さで MLB デビューし、潜在能力の高さが評価されていたショートのケテル・マーテを放出。マーテの成長を待てればマリナーズとしても一番良かったんでしょうが、チームが勝負をかけなければいけない時期が少し合わず、 MLB の一流のレギュラーとしての活躍が見込めるセグラを獲得した形のトレードでしたね。で、マリナーズはこのトレードだけでオールスター選手を2人も獲得できました。セグラは2年在籍した後、2018年のオフにフィリーズへトレードされてしまうんですが、マリナーズでの2年間はいずれも打率3割を記録する好成績で、2018年には初めてのオールスターにも選出。プレーオフに行けなかったとはいえ、チームが期待していたショートのレギュラーを高いレベルでこなしてくれた選手でした。そしてディポと GM が見出したハニガーもマリナーズで大ブレイク。今もライトのレギュラーとして活躍する彼も2018年にオールスターに選出され、その後不幸な怪我などもあって2年近くを棒に振ってしまいますが、昨年見事なカムバックを果たし、157試合でキャリアハイの39ホーマー、そして100打点。クリーンアップとして今や欠かせない選手ですよね。2人合わせてマリナーズで稼いだウィンザーボリプレイスメントは実に 21.6 となり、本当にマリナーズからすれば狙い通りの素晴らしいトレードとなりました。またマーテもダイヤモンドバックスで開花しましたよね。2019年に大ブレイクしたマーテはこの年144試合で打率3割2分9厘、32ホーマー、OPS9 割8分1厘、ウィンザーボリプレイスメントは 6.9 とスーパースタークラスの成績を残し、 MVP 投票でも4位。昨年は怪我で90試合の出場にとどまりましたが、それでも OPS9 割9厘と試合に出ている時は結果を残し、再建中のダイヤモンドバックスにあって数少ないスター選手ですよね。ウォーカーもトミジョン手術でほぼ2年間投げられない期間があったりしましたが、2018年は先発として活躍し、ダイヤモンドバックスがマーテとウォーカーから得たウィンザーボリプレイスメントは合計 18.3。 今のところマリナーズの方が見返りは多めですが、マーテがトレードされなければあと3年ダイヤモンドバックスに残る可能性もあるので、両チームが合計で得たウィンザーボリプレイスメントはほぼ同じくらいになるかもしれません。トレードのメインの選手たちがみんな活躍し、チームにプラスをもたらしたトレードとなりましたね。そして最後は少し時代を遡って、2009年オフに成立したヤンキース、ダイヤモンドバックス、タイガースによる三角トレード。オールスターに選ばれたばかりのグランダーソンとエドウィン・ジャクソンがトレードに絡み、また今もスーパースタークラスの活躍を見せているシャーザーも絡んだこのトレード。ワールドチャンピオンとなり、新しいセンターのレギュラーを探していたヤンキースがタイガースからグランダーソンを獲得し、ダイヤモンドバックスはケネディとエドウィン・ジャクソンという2人の先発投手をヤンキースとタイガースからそれぞれ獲得。タイガースはオールスター2人に代わり若手中心の見返りをゲットし、ダイヤモンドバックスからシャーザーら2人、ヤンキースからもオースティン・ジャクソンら2人の計4人を獲得したトレードとなりました。まずはヤンキースですが、グランダーソンはセンターとして活躍しましたよね。タイガース時代にも30本打った年はありましたが、ヤンキースではパワーがワンランク上に上がった感じで、2011年12年は2年連続40本以上、この2年間は共にオールスターにも選出されています。キャリアを通してもプルヒッター気味の傾向にあるグランダーソンは、特にこの時代ライト側が狭いヤンキースタジアムの特性を存分に活かした印象がありますね。ヤンキースでの4年間で計ウィンザーボリプレイスメント 14.9 を稼ぎ、チームが期待していたセンターのレギュラーをしっかり務め上げました。グランダーソンが在籍していた期間、ヤンキースは3度ポストシーズンに駒を進めましたが、世界一に手が届かなかったことだけが悔やまれるくらいでしょうか。
はい、続いてダイヤモンドバックスですが、こちらはトレード前年にオールスター選出されたジャクソンではなく、ケネディが主力選手へと成長。ヤンキース時代から期待されていた有望株で、怪我などで少し評価を落としていたところでのトレードではありましたが、ダイヤモンドバックス移籍後にエース格の活躍を見せ、2011年には21勝、防御率 2.88 でサイヤング賞投票4位に入り、地区優勝に大きく貢献。2013年に成績を落としてしまって、この年の途中にパドレスへ放出とはなるんですが、3年間ローテーションを支える存在となりましたね。で、トレードのメインの見返りだったはずのジャクソンは、ダイヤモンドバックスで2010年21先発防御率 5.16 と全く振るわず、半年でホワイトソックスへ再度トレードとなってしまうんですが、6月25日のレイズ戦では、有名な149球、球四死球を出しながらのノーヒッターを達成したり、またホワイトソックスとのトレードではダニエル・ハドソンを獲得できたりと、ジャクソン自体は微妙ではあったものの、チームに一応のプラスはもたらしました。で、最後タイガースなんですが、おそらく3球団の中で最も恩恵を受けたチームでしょう。なんといってもシャーザーがタイガースで花開き、球界トップクラスの右腕へと成長。2013年に21勝、防御率 2.90、 ウィンザーボリプレイスメント 6.5 でサイヤング賞に輝き、ここからシャーザー伝説が始まったと言っても過言ではないでしょう。またグランダーソンに代わり、ヤンキースから獲得してきた新センターのオースティン・ジャクソンもすぐにレギュラーとして活躍。デビューから2014年途中のトレードまでの4年半でウィンザーボリプレイスメント 20.1 も稼ぎ出し、足の速さを生かしタイガース打線の切り込み隊長として活躍していたのが印象的でしたよね。この他ヤンキースから来たコークも在籍中決してずば抜けた成績を残していたわけではなかったものの、5年間で299試合に登板するなど、ブルペンの貴重な左腕としても活躍しました。三角トレードに絡んだチームの中では唯一タイガースが2012年にリーグ優勝を果たせたのには、やはりシャーザーやジャクソンといった存在は欠かせないでしょうし、チームの未来を変えたトレードとなりましたね。このあたりが個人的に思いついた割と最近のウィンウィントレードでしたが、見事にトレードの当事者全員がいい結果を得たトレードだったのかなと思います。特に最後の三角トレードは恩恵の代償に差はあれど、3チームみんなうまくいった例としては結構レアな気もしますね。個人的なことを言えば、トレードで応援しているチームが地獄を見ることがまあまああったので、こういう形でウィンウィンに終わるトレードが今後も増えてくれたらいいなとは思います。皆さんにとってウィンウィンだったと思うトレードありますかね。今回出てこなかった中で皆さんが思いついたもの、ぜひコメント欄でも教えてください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。